どうもどうも、銀城でございます。今日はですね、リングマスアップを動画見ながら解説していきたいと思います。なぜかというとね、リングマスアップかっこいい動作だし、結構目標とされている方多いと思います。で、しかも結構難しい動作なんで、まだできないという方もいれば、あとちょっとでできそうという方もいれば、クロスフィットされている方で来年のもう2月の2週目かな、クロスフィットオープンという世界大会があるので、それまでちゃんとできるようになりたいという方も多いと思いますので、今回は、ちょっと僕が実際リングマスアップしてる動画を見ながらちょっとポイントを解説していけたらいいかなと思います。僕のリングマスアップそんな綺麗ではない気がするけど、僕内にこうコツというか、教えられる範囲では、教えたいと思いますので、よろしくお願いします。では早速いきましょう。ではまずちょっといい例を、見ていきましょう。こんな感じです。ちょっとフルスピードで流していきましょう。リングマスはこんな感じですね。ご存知の方は知ってると思いますけど、まずリングマスラップは、大きく3つのポイントを意識してほしいかなと思います。細かいことを言ったら無限とあるんですけど、今日は3つのポイントを大きく、まとめて話していきたいと思います。まずはですね、バックスイング。このスイングの作り方なんですけど、こういう風に、こういうスイングがあるんですね。このバックスイングが特に大事です。どういうことかというと、この飛びついて、掴んで、バックスイングを、作るときに、これが小さいと、前に行く勢いが結構小さくなっちゃうんですね。バックスイングが、小さいとスイングも小さい。これゴルフとかもそうですけど、ちっちゃいバックスイングで大きく振ろうとすると難しいですよね。大きく自然と取って、ナチュラルに振ってあげた方が、リングマスアップもいい勢いを、この前に行くパワーも生まれますよってことです。で、この時に、柔軟性とかも必要なんですけど、僕もそんな柔らかい方じゃないです。ちょっと硬いんですけど、この胸椎あたりは。ですが、あとお腹もちょっと出てるんですけど、そこは許してください。ここが、硬い人、結構硬い人っていうのは、ここがうまく、反れない。このスーパーマンのポジションとも言われてるんですけど、このスーパーマンのポジションが取れずに、膝が思いっきり曲がっちゃう。そうしちゃうとバックスイングがすごい小さくなっちゃうので、なるべくこういう風に長く、滑らかなカーブを描けるようにしていきましょう。僕がすごい意識するのは、本当胸は前に出して、後ろのつま先は本当に後ろの壁にぶつけるぐらい届くように、なるべく長く伸ばしています。僕もそんな完璧じゃないし、そんな元体操選手でもないので、そんな綺麗じゃないと思いますけど、なるべく僕はこういう風に長く取ってます。で、そっからですね、そっから前のスイング行くときに、足が前に来ますね。この時もなるべく足は長く伸ばしておいてください。この時に膝が曲がっちゃうと、せっかくの遠心力が、なくなっちゃうので、なるべく長く常にキープしておくっていうのが大事です。で、二つ目、このフォローポジションっていうのがあるんですけど、僕のもいまいち、綺麗なフォローになってないんですけど、こういうカーブ。ちょっと多分クロスフィットが入ってきた人って、マッサップ多分こういう風に、ちょっと体操選手並みの綺麗なマスアップ、なかなか難しいと思うんですけど、こういう風に L 字、若干 L 字型になる方は多いと思います。これはもうクロスフィットのゲームズアスリートとかもそうだと思うんですけど、もちろん元体操選手とか、現役体操選手とかもっともっと綺麗な動きをすると思いますけど、とりあえずこの L 字があれば OK です。で、足が伸びてる状態。で、この後がポイントなんですけど、この股関節、この部分が今一番下ですよね。この部分を大きく、この角度を大きく開きます。で、この股関節の部分をなるべく高く上げることによって、すごいパワーが生まれます。こういう感じですね。ちょっとスローでできるかな。こうから股関節開いて、で、股関節がなるべく一番高い位置に持っていきたい。なので足が高く上げるというよりも股関節をなるべく高く持っていくのがすごい大事です。この股関節を開く、股関節開いてって言われるのはこういう意味なんですけど、こういう風に股関節をポーンと上の方に開いて上の方に持っていくことですごいパワーが生まれます。それに加えて腕でその一瞬で同時に引くことですごい、力強い、パワーが生まれるので、スナッチとかウェイトリフティングもそうなんですけど、トリプルエクステンションって言って股関節開いて、でその同じタイミングでシュラグと一瞬のプルを入ることですごいパワーが、爆発的なパワーが生まれるので、リングマスアップもその感じです。なので股関節をなるべく高く、
持っていくことが大事になってきます。で、ここからまあちょっと実際腕は引きます。腕を引っ張って、で座り込むときに大事なのは腕を引き続ける。腕を引き続けて、これ結構忘れる方が多いので、腕引きつつ引きつく続ける続けながら足を前に出して腕引っ張って、でこの V 字腹筋みたいな形になることでしっかり座れます。こういう形ですね。これができないと、リングに対して、やっぱ体の、まあ、上半身と下半身のパーツがやっぱりこういう風にある程度前に来て、でお尻が後ろ、この体勢を、まあ、バランス割合を取れないと、リングの手前でポトンって落ちちゃうことが多いので、しっかりこの前足を伸ばして腹筋使って腕もしっかり引き切りましょう。そうすることによってしっかりキャッチをできますと。で、まあ実際練習してる方、できないっていう方はこのディップアウトはしなくていいと思います。力不足の方とか、このディップアウト毎回やっちゃうと、腕が先にバテてきて、結局このキャッチのポジションまで、回数が、まあ、減っていくっていうか、まあ、体力消耗なので、まだキャッチそんなにできませんとか、マスアップ本当1日3回ぐらいしかできないっていう方は、毎回マスアップのディップアウトしちゃうと結構上半身疲れちゃうので、なるべく、キャッチのところでもうポトンって落ちちゃって大丈夫だと思います。でこっからちょっと悪い例を見せていきたいと思います。はい、で悪い例なんですけど、まず膝がすごい高く上がっちゃう方、これ一番見るので、これ一番最初に持ってきたんですけど、膝を、股関節開いて高さを出すっていうのを膝を上げて出そうとしてる方がすごい多いので、こんな感じのミスが多いです。こんな感じ、これね一番見ます。もう一度いきましょう。これね、この膝がめちゃめちゃ膝がリングまで上がってきちゃうと、絶対座り込めないです。でこれもちょっとスローでいけるかな。ちょっと、まあ、バックスイング、あ、ちょっとなんかフレームスキップしたね。まあ、こっから本来は、まあ、足まっすぐで、股関節を開きたいんですけど、膝曲がったままこう来ちゃう、こう来ちゃう方めちゃめちゃ多いと思います。力も足りてるけどできないっていう方、結構男性で筋トレ歴長い人とかは力全然足りてるのにこういう感じになっちゃう方がすごいめちゃめちゃ多いと思うので、これがまず一つ多いかなと思います。力は足りてるのにできないっていう方は結構これがよく見るパターンなので、まず膝はリングまでこんな近いと絶対ここに上半身を持ってこないといけないのに、膝がここにあったら絶対、まあ、上半身を置く場所がないので、無理ですよねってことです。で2つ目なんですけど、こちらは結構座り込む時にうまく腹筋使って座り込めない、あと腕を引き切らない方が多い。なので高さを出すけど、そこで満足しちゃって最後の引きと最後の腹筋で座り込まない感じのパターンですね。こういう感じです。手前でストンって落ちちゃう方、こういう感じ、これがね結構ね直しづらい。股関節をしっかり開いてるんだけど、うまくね足をピンと伸ばして腹筋 V 字腹筋みたいな形を作れず、あと腕ももうここで結構力抜いちゃう方が多い。こう早く回ろうっていう方が多いので、腕を忘れちゃう、あと腹筋を使うのを忘れちゃう、で手前でくるんと回っちゃう形になっちゃうと、手前で落ちていくっていうのがよく見ます。でもう一度こう来て、股関節は開くけど V 字腹筋うまくできず引ききれない、で手前で落ちる。これはまあどちらかというと、女性のアスリートの方がよく見るかなと思います。一つ目の方が男性アスリート多い気がして、二つ目の方が女性アスリート多い気がします。まあこれはまあ僕の経験上の話なだけなんですけど、これは多分腕の引く力も不十分のパターンもあると思うので、腕が力、もうちょっと引く力も足せたら、もうちょっと楽に入れるかなと思います。あとは腹筋の入り込む、感覚と腹筋の力もあれば、もうちょっと楽にいけるかなとは思います。せっかくここ開いてるんだけど腕で引く力が足りなくて、ここも引ききれず腹筋も使えず手前でストーンっていうパターンですね。なので2つのパターン、膝高く上がりすぎるパターンですね。これ
膝高すぎるパターンと2つ目が手前で落ちちゃうパターン。なのでこの2つがまあ代表的って、まあ代表的って言い方も変ですけど、一番僕的に見るパターンかなと思いますね。まあこの2つをちょっと膝上げすぎないことと、あと腹筋で座り込むプラス引き切るのを練習していけたらいいかなと思います。では最後にちょっといいのを見て復習しましょうか。ではまあざっくりまとめると、しっかり掴んで大きいバックスイング、股関節を開いて、座り込むと。でちょっとスローで見ましょう。真下から掴んで前を、足を前に蹴り出して大きいバックスイングを作ります。作ったらこういう風に、こういう L 字型にちょっとなるので、股関節をしっかり開きましょう。でその時には腕をしっかり引き切って、こういう足を前で V 字腹筋の形でキャッチしましょうっていうことですね。まあ、結構ざっくり、まあ、無限と、まあ、細かいところまで言っちゃうと無限と、広がっちゃうし、人それぞれエラーのポイントとか違うと思いますから、まあ、今日はこんな感じでざっくりと、3つの、コツと、まあ、3つのポイントと間違いの例を2つ出しました。まあこんな感じでね、ちょっとまあ疑問点とかある方はぜひコメントの方にも残してください。あとは、銀次のこの動画めっちゃ良かったっていう人は、高評価ボタンとチャンネル登録もまだの方はぜひチャンネル登録もお願いします。では、次の動画で、See you!